無我夢中で冷や汗だらだらばったけど凌介さんがあんな顔するのめったにないから俺はちゃんと凌介さんの期待に応えられたんだな。よかったな。本当に一つ聞くけど、あんたのインテグラ NA のまんまか。 後付けのターボだ。そっか、そう来なくっちゃな。向こうは先行を選んだ。相手は長引きの不利なことは分かってるんだ。おそらく1本目から全力で勝負を決めに来ると。スタート直後から気を抜くなよ圭介。望むところさ。なんだか気に入ったよあのインテグラ。 こっちも長引かせるつもりはさらさらないから攻めるぜ1本目から。
すみませんでした。何も言うなんてお前らの責任じゃねえ。俺たちの認識不足だった。あれほどの相手だったとはな。とにかくこのままほっとくわけにはいかねえ。東道寺が始まって以来の緊急事態だ。東京から友を呼ぶしかねえだろうな。社長に頼んで東道商会のデモカーを貸してもらうんだ。プロが仕上げた車にプロのドライバーが勝負ってわけか。すげえなそれ、ゾクゾクする。文字通り最強の組み合わせだ。すげえかっこいい。渋いっすよトモさん、レーシングスーツ。俺も一度でいいからそういうの着てみてえな。バカ、これは職場の制服みたいなもんなんだ。これを着るからには遊びじゃ済まされねえ。道幅が十分にあるので、ここは並んでダッシュするスタートで行きたいんです。それでいい、全部任せる。なら第一コーナーへ向かってインサイド寄りの左側のグリッドに、そっちの車を置いてください。悪くないな、ポールポジションだ。おい、なんだよマジかよ、86だと。予想もしてなかったことだな。 100% FD で来ると決めつけていたこっちの対応がもろに肩透かしを食らったな。非力な86を出すとは、随分舐められたもんだぜ友さん。それならそれで面白いことになるぞ。We'll be right back.
勝利の女神ってやつがどこかにいるとしたら、そいつを感動させるだけの何かが今日のお前にあったってことだろう。俺の負けだ。行くんですか、トマさん。ああ、明日からまたいろいろあるし、夜のうちに戻った方が楽だからな。ありがとうございました、社長。社長が俺に何を言いたかったのか分かりましたよ。立場が変わるといつの間にか忘れてしまうのかな。プロとして高いモチベーションを保つために戻るべき原点が誰にでも必要なんだと思います。苦しくて迷った時に俺はどこに戻ればいいのか分かったんです。おい、大丈夫か。お前寝たのか。1時間半寝た。それぐらいで起きると結構頭すっきりするらしい。昨日負けたんだろ。負けてねえよ。なんだ。なんだってなんだよ。勝ってちゃ悪いみてえじゃん。いや、別に。配達行ってくる。